最近日本で震度 7.1 の地震があり、政府からは今後さらに大きな地震が来る可能性があるというふうに警告されていますが、この警告についてご存知ですか？はい、知ってます。あ、そうですね、よくニュースとかでもやってるので知ってます。私もよく聞いたことあります。日本の住む者として地震についてどのように感じていますか？心配されていますか？それともあまり気にしてないですか？まあ、心配はしてますけど、やっぱ日本に住んでる以上は、まあ、やっぱ避けられないことかなとは思ってるような感じです。はい、多少気にしてます。ただ気にしてもしょうがないようなことが多すぎるので、あまり考えないようにしてます。あ、心配してます。今子供に関わる職業についてるので、東日本大震災とかを知らない子供たちが多いんですね。なので実際に経験したことのない子供たちが増えてきたからこそ、その子たちに伝えることだったり災害の危険性を伝えることが、まあ私は重要かなと思ってるので、まあ、そこについてすごい子供たちを守るにはどうすればいいかなっていう心配事はあります。最後に、地震を経験したのはいつですか？去年ぐらいの震度4ぐらいがちょっと大きめだった気がするので、はい。小さなものだったらもうつい先週とかもあったんですけど、まあ、一番大きい記憶で言うと、本当に幼稚園児の時に関東大震災、あ、東日本大震災ですね。多分日本のに住んでる人っていうのは地震に結構慣れてる人が多いと思うので、なんかみんなそんなパニックにならずに、一人でいる時も集団でいる時もこう安全を確保する方法っていうのをちゃんと手段を選んでやってるかなって思います。そしたらなんかその、まあ、以前の大きな地震、例えばその東日本大震災とかになると、その前と後に何か変化はありましたか？はい、そういう大きな地震の時にはやっぱり気持ちの変化というのはあったと思います。具体的なところで言うと、やっぱりその大きな災害が来た時の心構えというのはちゃんとしておいた方がいいねであったりとか、あとは準備ですね、災害に備えるためのグッズみたいなのもたくさんあると思うんですけれども、まあ、そういったものを準備したような記憶があります。まあそうですね、正直東日本大震災の時は何も準備をしていなかった。で、当時自分も小学2年だったんで、まあ、何も対策とかどうすればいいかとか分からなかったのに対して、今はやっぱりそういうのを、それを踏まえてのこともあるので、まあ、対策とかそう何をしたらいいかとか、そういうのはもう覚えてきてるようにはなってますね。まあ、小さい頃に比べてやっぱこのインターネットでの情報の流通がやっぱ主流になって得られるものが増えたんで、ハザードマップ見たりとか、あと旅行先の避難所とかの経路確認だけはちゃんとしてます。普段ですとどういうふうにやはり地震が起きた時に反応されてるんですか？普段は頭を隠すとかしゃがむとか、安全な場所に移動するぐらいの感じですね。まあ割とでかかったら机の下隠れてニュース確認するみたいな感じです。まず家とかで起こってしまったら、まずはその家から出て建物のないところに移動するっていうのが、やっぱり地震で建物とか倒壊してしまうっていう危険性があるんで、それが一番なのかなとは思ってます。はい。またこれらの情報はどこで学ぶことができますか？日本人であれば基本的な対策は誰でも知っているのでしょうか？そうですね、日本人だったら小学校の時からそういったのが授業であるっていうのもありますし、あと防災訓練とかも定期的には実施されるので、割とみんなそのあたりは知識としてあるんじゃないかなとは、はい、思います。大体は子どもの頃から教わって知ってるんですけども、あんまりまともに行動できたことがないですね、今のところというのは予測不可能なことなので、いつも私そうなんですけども、準備がよくできたときはその準備通りにいかないことが多いんです。で、例えばマンションに住んでるとしたら、高層階と低層階のどちらがより安全だと思いますか？
上の方の揺れはかなりすごい大きいと聞くんで、揺れが大きい分やはりその物が落ちてくる可能性っていうんですかね、そういったのを考えた時に室内でいる場合はやはり揺れの小さな室内の方、低層階の方が安全なのかなと。高層階です、低層階潰れますからね。今までニュースで報道で見てると阪神大震災とか東日本大震災でも下の方から潰れていくから、それはやっぱり高層階がいいです。ただ高層階の怖いところはあんまり高層だと下までエレベーターが止まった時に逃げ切れなくなる可能性がある。それはやっぱり高層に住む人は考えておいた方がいいですね。階段が使えるかどうかとか、まさか飛び降りるわけにいかないですからね。では地震が起きた時外にいた方がいいですか、または、中にいた方が安全ですか。まあ、中にいるよりも外の方が危険物、上から落ちてくるものもないですし、まあ、危険なものは外にはあんまりないかなっていう感じなんで、外に逃げた方がいいかなっていう感じですね。外で思ってます。なんでですか。やっぱこう逃げ道がたくさんあるかなと思ってて、そこでやっぱ物が倒れてきたりして避難経路が確保されないことが危険かなって感じてるので、逃げ道が、まあ、選択肢がいろいろある方がいいかなと思うので外です。まあ、中ですかね、正直なところ。それはなぜですか。津波が怖いので、やっぱ少しでも中に隠れて、で次の指示をとかどう行動すればいいかとか、そういうのを待つか考えるしかないかなと思いますね。それから、日本の地震に強い建物はどのように建てられているかご存知ですか。昭和60年といわれる1980年代ぐらいの頃からその建物の構造設計の義務化が改正されて、いわゆるそれ以前の建物よりそれ以後の建物の方がはるかにいい補強工事がなされているとは聞いてます。私が知ってるので言うと、例えば免震構造っていうので基礎部分にこの振動を緩和するゴムみたいなのを入れたりしていて、まあ、地震が起こってもそのゴムによってちょっと振動が和らぐみたいなのはありますね。はい。そうすると実際にその巨大地震の場合にその、耐震構造ですかね、これ役に立つんでしょうか。は立つんですが、そうですね、その建物にその後も住めるかどうかっていう保証はないので、まあ、そうですね、一時的にというか即座にこう人が死ぬことは防げると思うんですけれども、そこから先例えば半年後にその家で暮らせるかっていったらそこの保証はないかなというふうに思います。やっぱり過去の大きな地震のニュース映像とかを見てもその昔ながらの耐震構造になってない建物っていうのは崩れているものが多くて、耐震構造の建物っていうのは、まあ、ちょっと崩れたりとかしてもこの形は保たれてるとか、その室内は安全なまま保たれてるっていうことがあると思うので、それは耐震構造が役に立ってるなと思います。何か災害が起きるときどのようなアナウンスや警告はありますか。まあ、自分の身を伏せることであったり避難を誘導するアナウンスっていうのは、まあ、なんとなく頭に入ってます。まあ、どこでその場所例えば、まあ、何県何々市で起こるみたいなのをちゃんとそれは見て、で近ければ近いほどそれやっぱり対策は必要になるんで、まあ、その辺は見るようにしてます。これは、そのメッセージがあなたはどのように受けておりますか。僕も携帯の通知でしか経験したことないんですけど、サイレン鳴ったら、まあ、ちゃんと外を見て動くべきかなって、まあ、もうさっきもこんなのしか見てないんですけど、まあ、やっぱり周り見て動くべきだなって。今みんなスマートフォン持っているから、大体もう何が起こっても必ずスマートフォンで警告が来るから、もうそれしかないですね。みんなのそのサバイバルツールはそのスマートフォンですね。それとあとはまあ外に向かって自治体からアナウンスしたりとか、そういうことになるんじゃないでしょうかね。強い地震が来る恐れがありますっていう注意が書かれていて、その後の情報の部分だと震源地と
その地震でどの場所が震度何だったかっていうことが書かれていて、あとはこの地震で津波の危険があるのかないのかっていうことが書かれてますね。多くの専門家が日本に巨大地震が来る可能性があると言っています。もしその巨大地震が自分の住んでいる地域を襲うかもしれないと知った場合、あなたはどのように感じますか？まあ、すぐには来ないかなっていう感じですけど、ある程度は準備しておかなきゃいけないのかなっていう感じですね。すごい怖いなって思うし、その時のために事前から備えていくことがやっぱ一番大事だなって思うのと、もう何度も何度も言ってるんですけど、やっぱ子どもたちを守ることに私はすごい徹したいので、その子どもたちを安全に親に返すことを最善に努めたいなって思ってます。誰でもある程度のストレスや不安を感じると思いますが、あなたはそれに対してどのように対処していますか？今ね、日本の中で格差が開いちゃって、毎日の生活の方が皆さん大変で、私も含めてね。だからどちらかというと災害はその次のテーマと。もし大きな地震が予想される場合、事前に備えることは可能だと思いますか？分かる範囲の水とか食料備蓄とか、その範囲は可能だと思います。ただそれ以上の、まあ、家の補強とかはお金がかかるし、それから地域内で何が起こるかっていうのも分からないから、そこら辺はあまり備えとして想像ができないんですかね。また1から10の点数をつけるのであれば、あなたやご家族は次の巨大地震から生き残る自信はどの程度ありますでしょうか？まあなんかその規模にもよると思うんですが、即死しなければ結構10点満点だと8点ぐらいは生きられるかなというふうに思います。7くらい7 8 7 8ぐらい。どうですか？私は10って思ってれば生き残れる気がします。5です。半分。なぜですか？まあその備蓄していくものっていうのはしてるんですけど、家庭に関しては補強が施されてない部分がまだ何箇所かあるかなっていうのはありますけど、まあ家族全員が外にいる場合とかだったら、まあ連絡取る手段とか、まあこう家族がどこにいるかを把握するっていうのは、まあ事前に決めてるので、そういう部分ではまあ信頼できるところあるんですけど、家具のまあ倒れてきちゃったりとかはちょっと心配な点があるって感じです。日本人は常に地震の可能性と共存しなければなりませんが、それが日本人の性格や人格にどのような影響を与えていると思いますか？それでいうと何も与えてないかなと個人的には思ってますね。はい、地震には慣れているから、その地震に対する体制というのはもちろんついていると思うんですけど、その日本人 その性格にまで大きな影響を与えるほどではないかなと思っていて、日本人がその地震で落ち着いていられるのも、まあそうですね、他の何ですかね、国民性が影響しているのかなという逆の方ですね、はい、なのかなと思ってます。地震が多いって共通意識があるんで、災害に対しては強い国とか人々なんじゃないかって思ってます。はい、もともと昔から日本人は災害をたくさん経験してきて、その度に立ち直って生きてきたわけですよね。そうするとね、日本人というのはどちらかというと落ち込むときは落ち込む、いわゆるネガティブなところをいっぱい持っていて、それが文化を作ってきたしね、明るいとこばっかりじゃないわけですよ。ただ不思議なことに、どこかで立ち直ってまた再出発を始めるという、そういう性格を持ってますね。そしてそれはかつての状態よりもいい状態になって学習してるという、ここがやっぱり強みじゃないかなと思いますね。それを真剣に考える、明日なんか明日決まるからどうでもいいやじゃなくて、ちゃんと明日の計画を立てるところがやっぱりいいところじゃないかなと思いますけどね。若い世代や巨大地震に、遭遇したことのない外国人に対して何かアドバイスがありますでしょうか？本当にやっぱ軽度の地震でも、やっぱ
それがなんていうの、二次災害であったり他につながって死の危険性が及ぶことって本当にいろいろ考えられるので、やっぱどんな時も危険性を持つことと、あとやっぱり日本でテレビ番組とかあると思うんですけど、まあ一つ一つ確認しておくこと、実態を知る、今までの経験のであったり過去の歴史であったり実態を知ることを、まあちょっと一からやってみたら危険性を感じられるんじゃないかなって私は思ってます。まあ、日本のことがわからないことが多くてお困りじゃないかなと思うんですよ。で、日本人側はもうちょっとその度胸をつけて外国人と英語でコンタクトを取れるような状況を作らなきゃいけないので、その両者の溝を埋めればもっともっとうまくいくとは思うんですよね。今スマホのデバイスが発達して翻訳機なんかがよくできてるし、もっと技術もよくなるだろうから、ただもうちょっと、よく電車なんかに座ると外国人の隣に日本人は座らないという状況があるんですけど、そこら辺はね、まあなんとかうまく溝を埋めていけるような各人の努力は必要なんじゃないかなと思ってますけど